冬の電車は一宮方面に参ります。急行切符行きです。この先塚口、新清洲、大宮、一宮、新木曽川、浅松に止まります。皆様にご案内いたします。運転席では皆様に足を乗り入れていただくため、感染症対策の一環として車内に換気をしたことにより外の空気の入れ替えとなっております。また感染拡大防止のため駅や車内での会話は控えめにし、マスクを着用していただきますとともに、時差通勤などへのご協力をお願いいたします。また面接では10月30日土曜日にダイヤ改正を実施いたします。詳しくは駅係員または面接お客様センターまでお尋ねください。面接からダイヤ改正のご案内でした。この先カーブがあり、列車の上にご注意ください。次は塚口です。普通電車の一歩行きご利用の皆様、当駅でお乗り換えください。